メルセデス・ベンツ C クラスメルセデス・ベンツ W202、W202、S202 はメルセデス・ベンツの初代 C クラスを指すコードネームである。数字の頭に付けられている英字は W がセダン、S はステーションワゴンを表す。190シリーズの後継者種として1993年5月にデビュー。デザイナーはオリビエ・ブレイで、彼は 同時期のスバルレガシーでもチーフデザイナーを務めている。上下に伸びた三角形のテールライトが特徴で、トランクリッドがバンパー位置から開閉可能となった。190シリーズ比に比べて全長が 70mm、ホイールベースが 20mm 拡大したことにより、後席の居住性が改善されている。欧州では、クラシック、エレガンス、エスプリ、 スポーツと4種のトリムが用意され、各グレードで任意に選択可能となっていた。日本には、セダンとステーションワゴン、AMG が独自に、チューニングを施したモデルも導入された。ステーションワゴンのリアシートは6、4の分割可等式、上級グレードのエレガンスは、運転席、パワーシートが標準。 ステアリング操作時は左右の前輪上面が旋回方向へ傾くため、よりボディの小さい C セグメントや B セグメントに匹敵する最小回転半径4.9メートルとなっている。日本国内では1993年10月、セダンの C220、C250 ディーゼル、C280、C280 スポーツライン、AMGC280、 C36 を発売。C280 スポーツラインは15インチアルミホイール、スポーツサスペンション、ワイドタイヤを装備、最低地上高も C280 に比べて2 5ト、mm、ル低まったことで走行性を高めた。前後席には、スポーツシートを採用し定員は4名となっている。AMGC280 はエンジンまでは手が入っていないものの、 C280 スポーツラインに AMG 製のエアロパーツ、ショックアブソーバーセンターアンドリアマフラー17インチアルミホイールが装着された正規の AMG モデルである。リアシートはスポーツシートではなく5名定員となるが、オプションの1、2分割加藤式シート付きの車両も存在し、C クラスの AMG では唯一となるセダンボディで、 幅広活長尺の荷物も積める貴重な存在であった。また、1996年までは、AMG の工場で車体を完成させており、各パーツの取り付けのほか、ホイールアーチ裏側の爪折りも c 36AMG 同様に施されている。正規 AMG ジャパン輸入車両は、車検証の登録形式番号が、 通常の C280 とは異なり、B ピラーに AMG ジャパンのプレートが付く。カーボン調内装パネルの灰皿の AMG ロゴと創立者、ハンスベルナー・アウフレヒトのサインは、1995年式まで、パメルが別パーツとなる、はめ込みタイプであったが、1996年式は、プリントに変更されている。日本国内での販売期間はわずか9ヶ月で、 輸入台数は非常に少ない。1994年、2.0リットルエンジンの C-200、装備を充実させた C-200 エレガンスが登場。1996年、ディーゼルエンジン搭載の C-250D がカタログ落ち、C-220 の排気量がアップされ、C-230 となった。また、C クラス発のステーションワゴンである。 C230 ステーションワゴンを追加。合わせて全車に5速 AT を採用。1997年にマイナーチェンジ。外装は前後バンパーが新衣装となり、サイドスカートが装着されているレンズがスモークカラーに変更されるとともに、内装トリムも変更された。エンジンは従来の直列6気筒が V 型6気筒、または V 型8気筒に置き換わり、直列4気筒は2.0リットルのみとなる。それに伴い、C230、C280 スポーツライン、C36AMG に変わり、C240、C43AMG が新たに設定された。1998年には、C55AMG、C200 ステーションワゴン、 C43AMG ステーションワゴンを追加。1999年、全車にマニュアルモード付き五速 AT が搭載され、ESP が標準装備となった。エンジンは、1992年に一新した W124K に純ずる1.8、2.0、2.2リットルの直列4気筒、2.8リットル直列6気筒、2.0、 2.2リットル直列4気筒ディーゼル、2.5リットル直列5気筒ディーゼル。直列4気筒ディーゼル以外はすべて DOHC となっているが、1997年に追加された2.4、2.8リットルの V 型6、気筒と4.3、5.4リットルの V 型8、気筒は、再一 C となる。サスペンションは、フロントにダブルウィッシュボーン、リアは、 マルチリンクを採用。トランスミッションは初期型に4速 AT。マイナーチェンジの後期型はマニュアルモード付き電子制御5速 AT となっている。ありがとうございます。